なんだこれ、勇気。はいどうも、カオスマイスターと申します。本日はですね、会社の上司に言われて、1億年ぶりにいきなりステーキにやってきました。いきなりステーキでですね、赤身ステーキの 450g、1ポンドを食べたんですけど、あのね、食べた時にね、あ、久しぶりだなー、なんか柔らかいな、そして筋張ってんなっていうことで、こちらいきなりステーキに、上司飯ということで連れてきてもらったんですけど、ほんとね、店内をねこう入ってね、第一声で思い出したことがありまして、いきなりステーキでね思い出したことがありまして、そういえばハプキトーマスターって岩瀬さんのエーリーで全然なんか受けねえな、なんで受けねえのかなと思いますよね。ほんと意味わかんねえ、あんな面白いのになんで受けねえな。だからほんと腹立ったんで、あとこれからずーっとエーリーっていうのをずーっと、岩瀬さんの愛しのエリーのことを死ぬまで1日180回言おうと思います。はい。で今回ね、いきなりステーキでこのね、もう赤身ステーキ1ポンドですよ。いや、久々に食べましたね。1億年ぶりですよ。だって前食べたのね、茨城にいたど田舎の辺境の地の時にいた時が確か最後だったような気がするんだよね、なんか。うん、いや、違うな。レジリエンス大会かなんかで帰って、実家に帰って、くだらねえ兄貴に、連れてかれて、ほんで、なんか、もう潰れちゃった水戸店、なんか水戸に、いきなりステーキができて、もうとっくに潰れてるんですけど、潰れてない時に行ったのが最後だと思いました。この日の、その前回はね、直近で食べたのは。でもその直近も、もう何年前だ、あれ。もうちょっと記憶があんまり思い出せないぐらい、いきなりステーキ潰れてたんですよ。で、なんか、うん。そこでね、茨城で食べたのが最後なんですよ。で、その、さらに前は、東京の、どこだっけ、新宿かどっかで食べたのが、だからもう、うん、すごい、もう1億年ぶりですよね。で、赤身ステーキって初めて食べたんですけど、うん、柔らかかったですね、最初は。前半の最初は柔らかくて、あ、うまいなと思ったんですけど、後半ね、外れの部位でした。めちゃくちゃ筋張ってる。うん。俺でもなんかもう食いづれえな、嫌だなと思うぐらいだから、これハプキトーマスターだったらもう本当に残してるでしょうね。そのぐらいの肉質の悪さでした。最初はね、美味しかったです。だからもう最初はね、食べながら一口食べることに、とか言って一人で大爆笑してたんですけど、岩瀬さんの愛しのエリーを思い出しながらね。で、これを言うとなんかハプキトーマスターが全然なんかリアクションを示さねえから、ほんと腹立つからずーっとエリー言ったのかなって。こんなに面白いことがなんで伝わんねえのかなって思いますよね。まあ、あの場にいなかったんでしょうけど。ほんと、ほんとスピーディー斎藤と、岩瀬さんのネタをこれからバンバン挟んでいこうかな。これからもうスピーディー斎藤との試合が、ラーメン改ざんフィーバーは終わった。これからはレジリエンス大会とスピーディー斎藤っていうぐらいの、もうそういうシーズンに入ってきてますから、カオスマイスターは。だからほんとね、この赤身ステーキ、これね、ほんとね、これ前半のね、柔らかい部分、めちゃくちゃうまかったぞ。っていうか、桃すみ黒さんと三つ秋ひとり飯さん、いきなりステーキの赤身ステーキ、1ポンド食べたことあんのかなって感じですね。はい。まあね、これからね、私は芝浦で仕事なんですけど、ほんと憂鬱だよ。芝浦で仕事は、ほんとに憂鬱。ほんとね。っていうか、ハプキトーマスターって、レジリエンス大会の試合に出場、あるいは会場に来たことあんのかなって感じですよね。はい。ほんとね、憂鬱ですよ、私は。なんで来ねえのかなっていう。コスチュームまで買って、練習までして、なんで来ねえのか、セコンド業務なんで来ねえのかなと思いますよね。ほんと。
あんだけくる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 言って、で、前回は前回でスピーディー斎藤とのなんか MMA 対決やるよみたいなこと言って、なんかルールがどうたらこうたら、パウントができねえ、ゴダ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 言い出して、辺境の地がなんかどうたらこうたらゴダ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 言い出して、ほんとしょうもねえなと思いますよね。うん、なんで来ねえのかなと思いますよ。はーい。っていうか、桃墨黒さんと三崎ひとりめさん、いきなりステーキの赤身ステーキ1ポンド食べたことあんのかなって感じですよね。はい。あと、ハプキトーマスだってレジリエンス大会に来たこと、そして出場したことあんのかなって感じですよね。はい。シェルショーくたばれ。特殊引火物とは、1気圧で発火点が100度以下、または引火点がマイナス20度以下で、沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは、1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは、1気圧で発火点が100度以下、または引火点がマイナス20度以下で、沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは、1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは、1気圧で発火点が100度以下、または引火点がマイナス20度以下で、沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは、1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは、1気圧で発火点が100度以下、または引火点がマイナス20度以下で、沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは、1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは、1気圧で発火点が100度以下、または引火点がマイナス20度以下で、沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは、1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは、1気圧で発火点が100度以下、または引火点がマイナス20度以下で、沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは、1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは、1気圧で発火点が100度以下、または引火点がマイナス20度以下で、沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは、1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは、1気圧で発火点が100度以下、または引火点がマイナス20度以下で、沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは、1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは、1気圧で発火点が100度以下、または引火点がマイナス20度以下で、沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは、1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは、1気圧で発火点が100度以下、または引火点がマイナス20度以下で、沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは、1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは、1気圧で発火点が100度以下、または引火点がマイナス20度以下で、沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは、1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。
特殊引火物とは1気圧で発火点が100度以下または引火点がマイナス20度以下で沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは1気圧で発火点が100度以下または引火点がマイナス20度以下で沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは1気圧で発火点が100度以下または引火点がマイナス20度以下で沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。特殊引火物とは1気圧で発火点が100度以下または引火点がマイナス20度以下で沸点が40度以下のものである。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当する。第一石油類とは1気圧で引火点が21度未満のものである。アセトンやガソリンもこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。
第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。第二石油類とは1気圧で引火点が21度以上70度未満のものである。灯油や軽油もこちらに該当する。第三石油類とは1気圧で20度において液体であって引火点が70度以上200度未満のものである。重油やクレオソート油もこちらに該当する。